裂ナイトメア。はい、どうも、ナイトメアのギターの質疑です。はい、そしてボーカルのヨミです。はい、ということで今月も始まりました、爆裂ナイトメア。はい、はい、はいはい、ということでですね、はいはいはい、どうですか、ちょっと急に、うん、最近寒くなってきたと。そうね、もう夏ももう終わったなっていう感じがしますよね。しますが、うんうんうん、皆さんもいかがお過ごしでしょうか。うんうんうん、先週日曜日から台風14号が北上して、まあ、はい、今少し勢いは落ち着いてる、うんうん、落ち着いてるんじゃないですか。はい、でますが、うんうん、まあ、引き続きニュースなど、はいはいはい、注意して、うんうんうん、はい、お過ごしください。雨すごかったもんね。すごかった ね、すごかったね、うん、みんな大丈夫でしたか。大丈夫でしたかね、うん、大丈夫。あ、もう消滅した。あ、消滅したんだね。あ、消滅したの。ほう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 、なるほど、よかった。じゃあでもね、うんうん、被害が出てる地域もありますから、そうですね、引き続きね、はい、気をつけてください。はい、ではあのメール紹介、はい、ヨミさんいいですか。はい、杉さん、ヨミさん、こんばんは。こんばんは。どなたですか。あ、ですね、はいはい、おからのサラダさんからいただきました。はい、はい、ヨミさん、杉さん、ヨミさん、こんばんは。こんばんは。先日大学時代の、友達の結婚式に出席するため東京へ行ったのですが、行きの新幹線になんとスマホを忘れてしまいました。うん、およそ5年ぶりの慣れない東京、スマホなしで結婚式場までの移動は間違いだらけで、結婚式場に着けた時にはヘトヘトでした。その後無事にスマホは私の元に帰ってきましたが、杉さん、ヨミさんは忘れ物をしてしまって大変だったことはありますか、ということです。なるほどね。ね、まあ、今ってさ、もうスマホなかったら結構きついよね。きついよね。あの、特に知らないさあ、街とか歩いてる時とかね、知らないお店に行く時とかね。そうだって、もうさ、財布がないかスマホがないかだったら、スマホない方がきつくない。うん、きついかも。最悪ほら、うん、スマホでなんとか ね、 ね、なったりするからね。そうそうそう、これはな、でもさ、これきついだろうな。僕ね、財布は結構忘れるっていうか、忘れるっつうか、なくす。財布をなくす、定期的になくす。それ帰ってくる？ね、前回は帰ってこなかった。だからもう全部。前回っていつ頃なの？前回いつだ？もうでも3年前とか4年前とか。そう。だいたい3年4年ぐらいでなんかなくすんだけど。それさ、もしかして3年4年前ってあれ、あの財布の時？あのいい財布使ってた時？あ、そう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 。そう。あのスタッツの。あ、そう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 。でもあの財布帰ってこないの？帰ってこなかった。え、あれないの？ない。あ、いや、今はそこから新しいの買ってそれ使ってるんだけど。なるほどね。そう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 。まあ、もう大変でしたよ。だからもう俺、あの、財布だけ持ってコンビニ行ったりとか買い物行ったりしないようにしてんのね。その時なくした時も財布だけで買い物行ってんの。はいはいはい、だからもうリュックに、絶対リュックに入れて、近くでももうリュックでもう行くように、はいはい、ちょっと買い物行くの。そうそうそう、もうなくさないように。でもちょっと買い物行くぐらいだったらさ、うん、なくさなくない？なくすんですよ、それが。あの、財布だけ置いて買ったもんだけ持って帰ってくれるとか。そんなことある？そうそうそう。あとよくやるのが、財布しか持ってないのに、財布しか持ってないのに、ないのに財布を置いてくんの。そう、そんで、あとよくあるのが、朝起きてから、あ、コーヒー飲みたいなと思って自販機にコーヒー買いに行くの。はいはい、ね、コーヒー買いに行ってコーヒー買うじゃん、ガタンって、はい、押してくれ、じゃあコーヒー持って帰んないで帰ってんの。コーヒー持って帰らずに買ってガタンって降りてで帰るの。それはよくやる。まずあってなって、家帰ってあってなってコーヒー置いてきたね。もう一回こう走ってって、それ何しに行ってんの。じゃあ今度何しに行ったんだよ。お金払いに行ったんだけど。そう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 、あれかな、あの、そう、将来多分あの神社とかの近くに住んだら、うん、あるいは多分そのお賽銭入れて、はいはいはい、カランコロン、はい、やって感覚で多分コーヒー買いに行く。そうだね。そうね、何回かそういうのもある。あ、なるほどね。ないですか。いや、俺そういうのないの。ない。これ考えてたんだけど、うん、まあ、なくて、うん、だからその、まあ、酔っ払って酔いすぎて記憶がなくなって忘れてくるとか、はい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 、そういうぐらいなので、なんか物理的に何か物をなくしやすい、そこない。うんうん、あんまなくしたっていう話も聞かないもんね。そうそうそう、あんまないので、うんうんうん、
うん、割と気をつけれてんのかなと思うけど、自販機やばい、自販機やばいよね、自販機やばい、そう、寝ぼけてんの、寝ぼけてんのかもね、まだね、起きたばっかりで、とりあえずコーヒー、そう、それね、1回だけじゃなくて何回かかるからやばいよ、家に帰ってきてからあれと思ってコーヒー、コーヒー、思ったコーヒー、あれ、あれっつってで、もう1回戻ってそれはいつもある、ある、あった、あった、ある、気をつけてください、はいはい、はい、ということでこんな感じで普通歌もたまに読みますので皆さんどんどん送ってください、はいはい、そしてここで、はい、なんかオフィシャルの方も今日なんか発表があるみたいな、うんうんうん、言ってましたが、はい、ここでナイトメアからのお知らせでございます、はい、我々ナイトメアは、11月に、はい、ニューシングル、はい、WITH、はい、WITH、うん、WITH をリリースすることが決定しました。はいよ。ウィズ。はい。ということで、ね、こちらの曲は、はい、まだ皆さんにはこうお聞かせできないんですが、そうですね。どういう曲調かというと個人的には、うんうん、あのなんつうんだろう、おとなしい曲ではないです。そうだね。うん、かといって激しいかっつったらでもどうなんだろうっていう。なんつうんだろうな。で、うん、ちょっとおしゃれ、あ、まあ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 、そうね、うん、でも静かな曲でもない、うん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 、く、うん、なんて説明するの難しいよね、うん、でも、うん、純粋にかっこいい曲かなと、うんうん、では思います、そうですね、テロが難しい曲です、はい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 、ボーカル的には、うんうんうん、うん、まあサビ、はい、ツアーも決定しました、おいよ。久々ですね、そうですね、なんかすごく久々なツアーな気がしますね、はい、うん、ナイトメアツアー2022、はい、ツアータイトル、はい、I'm with you です、はい、 I'm with you、うん、はい、そして日程が、はい、こちら、うん、ナイトメアツアー2022 I'm with you、はい、11月17日川崎クラブチッタから、おい、12月11日は、東京ドームシティホールということで、すごい、はい、久々な、そうだね、会場、うんうん、なんかチッタ始まりっていうのもすごく俺いいなと思うし、うん、あの東京ドームシティホールもあの個人的にはすごい大好きな会場なので、はい、うん、なんか久々にやることができて嬉しいなと思いますね、そしてめちゃめちゃ久々に行きたかった広島、広島入ってるんですね、そうなんですよ、ね、今回は、そうなんですね、これは広島嬉しいです、広島久々に行きますね、うん、あれでもこれえバンキッシュ、バンキッシュ、バンキッシュってバンキッシュやったことあるよね、バンキッシュって もと違う名前だった、バンキッシュのまま、ほう、うん、そうです、バンキッシュの会場が出てこないです、はいはいはい、北海道はペニーデン、はいはいはい、福岡はローボス、南部はダイヤモンドホール、大阪はナンバー8、うん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 、はい、こちらいいっすね、そうなんですよ、になってますので、はい、ぜひ皆さん、うんうん、こぞってそうだね、はい、うん、来ていただきたいと、はい、いうことで、かなりその、まあ、新曲、まあ、WITH に関してはさっきお話ししましたけど、うんうん、他2曲も、うんうん、ライブお会いするような曲になってますので、はいはい、楽しみにしてほしいなと思います、はい、そしてそのツアーなんですが、はい、もう50分後ですか、うん、このあと22時から、はい、ナイトメア、ファンクラブ会員先行販売がスタートします、はい、のでそちらの方皆さんチェックしてください、ナイトメアのオフィシャルホームページチェックしてください、お願いします、では、今夜も皆さんからのメッセージを募集します、今夜のテーマはこちら、はい、うん、悲しみの川柳、川柳なの、うん、川柳じゃないんだ、うん、川柳、まあ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 はいはいはい、ということで、最近の話でも過去の話でも構いません、あなたが悲しかった思い出575の川柳にして送ってください、はい、メールアドレスはナイトメアドットニコニコアットマーク gmail.com ナイトメアドットニコニコアットマーク gmail.com でございます、はい、そしてメールは常に届いていますね、はい、いいんですかこれも、どうぞ、はい、京子さんからいただきました、はい、ヨブさん、イスギさん、こんばんは、こんばんは、メールテーマの悲しみ川柳、私の悲しみ聞いてください、はい、いきますよ、どうぞ、シングルベッド、あなたの場所を開けて寝るというですね、川柳なんですけども、なるほど、これちょっとあの説明がありまして、うん、昔同じ職場で出会った彼氏と同居していました、うん、本当にシャランキューの曲のように、毎晩シングルのお布団でぴったりくっついて寝ていました、うん、
3年が過ぎ、彼が転勤して同じ部屋から別々の職場に通い始めて数ヶ月後、彼の浮気が発覚。結局彼は、あなたは一人で大丈夫だけど向こうは僕がいないとダメだからと漫画のようなセリフとともに去っていきました。どういうこっちゃ。うん。で彼は、帰ってこないのに狭い布団の、左端によって寝る癖がしばらく消えず、習慣がまた悲しみを蘇らせる、その気持ちを川柳にしてみましたということです。切な、切ないですね。切ないですね、うん、なるほど ね。まあでも俺かすごい寄って寝るの好きですけどね。いやあなたの寝方は別に聞いてないんだあなたが寄って寝るの好きですけどね。あなたの、うん、どっちが寝方の好みは今関係ないです、うん、それ何も悲しくないんです、うん、朝起きると大体どっちかに寄ってるからだから聞いてないんですよ聞いてないですかそこははい、続きましてニコニコネームあやさんからいただきました、はい、まだ平気怠惰で見逃すアーカイブということですね、うん、怠惰、はいはい、怠惰で見逃すアーカイブ、あの多分あれですよね、やんなきゃいけないことをやってたら、うん、見逃したみたいなね、うん、うんうんうん感じなんですかね、はいはい、うんうんうん、なんかあれだね、うん、これは共感できる人が多いんじゃないかな、共感できる方が多いから、ね、まあ、今回こういうねニコ生だったりとかね、うんうん、うんうんうん、なるほどなるほど。それでは続きまして、アイビはシンバルミュートされたいさんからいただきました、はい、ヨミさん、ヒセキさん、こんばんは。こんばんは。まずは川柳からお聞きください。ヨミさんへ、あの時ちょっと眠かったという川柳です。あの時ちょっと眠かった、いつで、一体どういうことかと言いますと、こちらの画像をご覧ください。こちら、え、あ、画面は出ない。あ、出ない出ないの出ない。あ、これね、ちょっと待って、ちょっと待って、あのちょっとアユピのシンバリウートさんが、これ我々で見ろってことですか。あ、そういう、あ、そういうことね。あ、びっくりした。多分これ、あ、そういうことね。この子が出ちゃってるから。あ、そう、出ちゃってるからね。これ読まないと。待ってください。10年以上前のファンクラブ旅行でのこと、当時ナイトメアさんたちとの、シックスショット撮影は、泊まっているホテルに写真屋さんがいらっしゃって、家族写真のように撮る形でした。なので、その場で写真の確認はできませんでした。次の日、現像された写真を見てびっくり。なんとヨミさんの目が半目に当時は貴重な、シックスショットだったので悲しい気持ちになりましたが、今となってはいい思い出ですということですね、うん、はい、これ多分写真はあれだよね、うん、あの1日目2日目ってやったら、多分1日目来てからすぐなんかみんなと撮ってたような流れだったような気がするんですけども、はい、あのねなかなかこのほら町のカメラマンさんだから、こうあのなんだろう、こうシャッター切るタイミング合わない時があるんですよ、はいはいはい、たまに、うん、多分その瞬間だと思います。そうね、これだからね、これアドレスとかもいろいろ書いてあるから映せないよね。そう、映せないから一回ちょっとここ一回こうして、ズームだけにすればいいんだよ。こう、あ、そうね、そうね、ここ一回折って映ってるから、シンバルミュートされたいさんも映ってるから、うん、はい、どうぞ。いや、これもだからこうでしょ。あ、そこも一応本人、あ、そう、あ、そこもね、本人たちの許可を、ああ、うん、こうすればゾジー一人で、うん、はい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 、見えるかね、これ寄れます、うん顔がね半目、うん、半目だね。ね。半目ですね。閉じようとしてんのか、閉じた後に開こうとしてんのか。そうね。うん。まあこんな感じで。そう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 。はい。ね。なるほどね。はい。はいはい。ということで。はい。はい。まだまだ川柳。はい。こんな感じで、はい、あの皆さん、はい、悲しみの川柳、はい、お待ちしております。お待ちしております。それでは今月一発目のコーナーいきますか。はい。どうぞ。ナイトメアジャッジメント、はい、ということで、はい、世の中の神羅万象、あらゆる疑問について徹底討論、はい、ありかなしかをジャッジします、はい、こちらはユーザーのみんなにも参加してもらうコーナーです。うーん、今回は食欲の秋ということでこんなお題でございます、はい、お好み焼きといえば大阪風、広島風、うん、はい、これ分かれそうだね、はい、これは、爆裂ナイトメア
見てくれてるみんなどちらが好きか調査していこうかなと、はい、はい、思います。ヨミさんは最近お好み焼き食べましたか？いや最近は食べてないっすね、うん、俺も食べてないな最近、うん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 、まあ、ちょうどねツアー発表して広島入ってた流れでいいですね、このあれでね、まあ、大阪も入ってますけど、大阪も入ってますけども入ってますけど、入ってますけども、はいはい、でも俺たちってほらツアー中とかでさ大阪結構やるけど、うん、あんまり大阪でお好み焼き食べに行こうみたいなのないよね。ないね、ないかも、うんうん、なんか普通に居酒屋、そうだね、なんかいろいろね、いろんなものがあるところが多い気がするかな、うん、多いね、まあ、だからちょっと今度はたまにはね、いいかも ね、 うね、うん、ちなみに大阪府広島府どっちか、あのねやっぱ俺あのそのちっちゃい子、小さい頃っていうか、まあ、子供の頃は大体家で出てくるものだったりとかは大体、うん、大阪府の、はいはいはい、ほらお好み焼きだったんで、うん、基本的にそれだと思ってたんですよ、うん、なんだけどやっぱそのツアーとかでこう広島とかにも行くようになって、うん、あ広島府ってこんなねお好み焼きなんだって分かってからはもう広島府の方が好きかなってなりましたね。なるほどね。関さんどうですか？私はそうですね、うん、まあ、広島に行ったら食べることが多いんで、あ、うんうん、違いがわからない、俺のイメージね、うんうん、俺もちゃんと分かってないけど、うん、広島のは、うんうん、お蕎麦が入ってる、はい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 、焼きそば的な、はい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 、で普通のお好み焼きは、うんうん、焼きそばが入ってないようなイメージ。入ってないですね。ちゃんとしたやつがある。大阪は生地と具を混ぜて、うん、混ぜてね、卵はなしで焼く。おで広島は生地を焼いてその次に具を焼いて、はいはい、で卵の順で焼いていく。はい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 、はいはい、だからこうボールというか、うんうんうん、混ぜてザこう焼いていくのか、うんうん、このその素材ごとに焼いていくのか。はいはいはい。でも俺広島のってなんかお蕎麦入ってるイメージなんだけど。入って違うるんじゃないですか、うん、どっちなんだろうね、うん、うどんがいい。あ、うどんね、麺はモダン焼きなんだ。じゃあ広島焼きでも麺が入ってないのも普通にあるってことだ、うんうんうん、あ、広島風っていうのとモダン焼きは同じなのってことは。いや、いや違うんだ。違うの多分。うん、大阪広島焼きはそばがメイン、はいはい、はい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 。あ、そうなんだ。でも難しい、なんかいろいろあるんだろうね。うん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 。細かいこと言ってたら多分めっちゃ違うんでしょ。まあ多分ね、だって今もう生地の厚さが違うから言われちゃったらちょっともう俺ら、まあね、さっぱり分かりませんってなっちゃう。まあ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 、まあ、うんうんうん。ほうほうほう。名古屋風もあるの？知らない。名古屋風ってどういう？それは聞いたことないな。え、どういうの名古屋風って。何が違うんだ。確かに広島は重ねていくイメージ分かる。はいはいはい、はい、で大阪は混ぜてる。ああ、それ分かりやすいかもね。仙台風ないっすよね。聞いたことない。聞いたことないよね。あんこ乗ってそう。あ名古屋人だけど知らない。まあでも言い出したら多分全県で作れるよね。まあ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 、東京風お好み焼きも多分、うん、作ろうと思えばね、うん、おお。まあまあ今はね、でもこの2択で、うん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 、まあ、大阪ので食べる。大阪焼き、はいはい、大阪焼きなの。広島焼きって言うじゃん、うんうんうん、大阪風と広島焼きなの。正解。何が正解。この台本通りだと両方風だから、はいはいはい、まあ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 、これで言っていいのかな、はいはいはい。あ、そっか、東京はもんじゃだ。あれでもお好み焼きなの。まあ、好み焼きの、まあ、ちょっとジャンルというかその方向性はそっちだよね。ああ粉もん系だよね。お好み焼き なんだじゃん。あれは方向性的にはね、東京風お好み焼きがもんじゃ焼きってこと。そう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 。あ、そんなに違うじゃん。うんうん。あ、なるほどね。じゃあもんじゃ好き。俺は違うと思ってたけ
あそう、もんじゃはね、うんうん、作り方も違くない、うんうんうん、食べ頃も最初分かんないしね、うん、ちょっとね、うん、もんじゃうまいよね、うん、美味しい美味しい、うん、ほら、もんじゃはお好み焼きじゃないですもんじゃ、もんじゃほら、やっぱそうでしょ、同じよ、粉もん、粉もんいや違うよね、あそうだよね、そう、粉もんで言ったら、だってたこ焼きとかも全部入ってきちゃう、あまあまあまあ、そう、そっちだよね、うん、全部入ってきちゃうからね、うん、入ってきちゃうからね、もんじゃはでも、あれだな、うん、こうホッピーとかハイビールとかハイボールか、ハイビームじゃない、ハイボールとかを飲みながら、あのつまんでね、ちょっとずつ、はいはいはい、ちょっとずついけるじゃん、いけるね、あれいいよね、うん、ごっそりじゃないからさ、うんうんうん、ちょっとこれ難しいんだね、うん、分かんなくなってきたね、うん、まあでもじゃあもうこれ片付けていきますか、片付けていきましょう、皆さんと一緒にねえ、はい、うん、もうユーザーアンケート取っていきますか、撮っていきましょう、多分ねこれ細かく聞いてったらそれは違うわ、 あれはこうだよ、そうだね、なっていきそうだから、もうこれもうアンケート取っていきましょう、はい、じゃあどっちが好きかですね、はい、じゃあおこれ台本通りいくよ俺、はい、だってさっき大阪広島風って言わないでっていうコメントもあったんで、うん、なんかあったね、あった、でもこれのが、まあ、ここに書いてあるからね、いくよ、うん、最後にアンケートを通ります、大阪風か広島風どっちが好きか、うん、皆さんアンケート答えてください、うんうんうん、好き嫌いっていうよりはどっちの方を多く食べたことがあるかぐらいの感覚な気がするけどね、だって嫌いってことはないじゃん、じゃないね、うんうん、どっちも好きだからね、そう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 、どっちも好きだからね、うん、あ、分かった、俺たち大阪でお好み焼き屋さん行かないの、だいたい楽屋にたこ焼きがあってさ、ちょっとまあつまむじゃん、1個2個食べるね、だからなんか夜はみたいなさ、あふうになってんのかもしれない ね、 かもしれないね、粉もんが楽屋にあるからね、そう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 、はいはい、あできました、はい、さあどうでしょう、おお大阪が多いね、なるほどね、おおおお、まあ大体でも家とかでさ、うん、その作るときはやっぱり大阪風というかがやっぱ多いんじゃないですか、まあね、俺家で食べたことあるかな、うん、まあ、混ぜるだけですからね、うん、実家でも食べたことあるかな、うん、多分あると思うけど、うん、多分ショックを受けてる方は多分その広島のあたりの、ね、方なんでしょうね、あ、うん、まあでもそれはもうあれですからね、うんうん、どっちも美味しいから、うんうんうん、そうね、どっちもうまいね、結局どっちも美味しいからね、うんうんうん、はい、うん、ということで、うんうん、わくれつないとめ調べではお好み焼きといえば大阪風ということで、はい、はい、ではここで1曲いきますか、わくれつないとめ、はい、いきましょう、はい、曲紹介はあれいったいった、いいよ、いいっすよ、通れる通れる通れる
はい、生放送でお送りしております爆裂ナイトメア、はい、はい、今のライブの映像の曲紹介は、曲紹介ね、曲何だったっけかなと思いましてそしたら、はい、お願いします勝手に始まっちゃったよね。そうナイスタイミングでしたね。はい、こ、はい、うん、れはルカさんのバースデーですね。そうですね、6月9日のキネマクラブ、はい、はい、のリードです、はい、でございました。はい、はい、それでは今月はこんな企画をお送りします。はい、サイコパス診断。ほう、はい、うんうん、今夜は心理テストサイコパス診断を行いたいと思いますので、うんうん、冷酷だったり無慈悲だったり、サイコパスの資質があるのか診断によって見ていきますよ。はい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 、番組を見てる皆さんも一緒にやってください。はい、お願いします。はい、でこれ画面に問題が出るそうです。はい、はい、では早速問題です。はい、あなたは肝試しの驚かせ役になりました。ほうほう、どんな方法で驚かせますか。1、木におもちゃのヘビをぶら下げる。2、物陰から突然飛び出す。はいはい、3、お化けに変装して追いかける。はいはい、4、落とし穴を作って罠を仕掛ける。これ使うんですか。フリップ使わなくてもいい。あ、使わなくてもいいんですよ。あ、まあ、とりあえず忘れそうだから、とりあえずはちょっとメモっておきますか。あ、でも今出てますからね。うん、肝試しの驚かせ役になったんでしょう。うん、どんな方法。俺3かな。お化けに変装して追いかける。ああ、俺はね2です。物陰から。はい、物陰から、うわーってやりたい。ああ、そうなるほど。私は3ですかね。あ、はい、これはもう1問ずつで見ていくんですか。あ、1番から答えが出る。あ、じゃあ1番を選んだ方はっていうことですね。はい、じゃあちょっと1番、はい、1番からいきますか。1番選んだ方は、はい、木におもちゃの蛇をぶら下げるを、選んだあなたは陰湿なタイプ、はあ、サイコパス的な執念深さは70%。 あなたは相手からされた嫌なことをずっと心の中にとどめる、うん、傾向、める傾向がある、うん、はいはいはい、あるという。はいはいはい、うん、まあまあ、まあ、でも 70% なんだろう。結構高いよね。なるほど。お、1番ね。あ、1でしたっていう人いますね。はい、うん、じゃあ、あれゾジーが2選んだ、ね、あ、2ですね。俺3選んだから、じゃあ4って見れます、ね。はい、4いけるか、いけるかな。4番、
はい、落とし穴を作って罠を仕掛けるを選んだあなたはしっかり計画を立てて行動するタイプ。ああ、サイコパス的40歩だって。これなんか一番なんか高そうなのにね。うん、結構危険だからね、だって落とし穴危ない、危ないからね、深さによっては危ない。うん、なるほどね。また確実性を重視するために成功率が低い場合は実行も起こさない。ああ、一番大変そうだけどね。ねえ、本来言っとけないからね。 どっちからの俺ね、怪しいのあなただと思うよ。何がうわーって物陰から出てくる方が怪しいと思うから。はいはいはい、俺から見ていい？あ、いいよいいよ。3番お願いします。やばいな、ほら。いやでもこれ100いってないからね。100ないかもしれないじゃん。100いってないから。あ、まあ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 、これ私ね、お化けに変装して追いかけるを選んだあなたは目的達成のためなら手段を選ばない90% ですか。なるほど、結果や目的達成のためならどんな準備や犠牲をも厭わないだっけ。うん、はい、結構がロックだね。なるほど、ロックですね。うん、でも90だから、まあ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 高いですよ。でも 高めね、うん、高めではあるけど、3結構でもね、みんなも多かったですよ。3多かった。うん、3結構多かったですよ。イエーイ、うん、イエーイ、仲間仲間、サイコパス仲間じゃあ2見てみましょう。うん、おい、あー、なるほど。あああ、こら、なるほどね。物陰から突然飛び出すを選んだあなたは正々堂々と向き合わせなものタイプ。20% です。 20%、 おー、いいですね。はい、うん、相手と正面からぶつかることのできるものを自信ない性格をしている。あ、人見知りですけどね。そうね、確かに人めちゃめちゃ人見知りですけど ね。なるほどね。うん、はいはい、はいはいはい、次のやついってみますか。うん、はい、次の問題です。はい、車を運転していると、うん、ヒッチハイクをする女性を見つけました。はい、車に乗せ、走り出しましたが、はい、彼女は無礼で、はい、あなたは内心失礼だなと思いながらも、はい、最後まで送り届けました。はいはいはい、なぜでしょうか。はい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 、はい、車に乗せ走り出しましたが彼女は無礼であなたは内心失礼だなと思いながらも最後まで送り届けました。うんうんうん、なぜでしょうか。うんうん、はい、なるほどね。え、あ、これはもう選ぶんじゃなくて、なぜでしょ。あ、自分の答えでいいんだ。はん、だって失礼だなと思いますよ。うんうん、あ、相手の行き先を知りたかったから。ああ、ほう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 、家なのか。ああ、その相手がどこに行くのか気になったからってことね。そう、あ、いやいや、なるほど。俺は途中で降ろしちゃいますね。いやでも最後まで送り届けました。あ、そっかそっかそっか、なんでかってことだよね。最後まで送り届けたのはなんでかってことだよね。はい、うん、なんで、なんでだ。なんだろう、親戚のおばちゃんだったから。そんな偶然ある？親戚のおばちゃんがヒッチハイクしてて、そしてその親戚のおばちゃんにこの人無礼だなって言う、思う思う失礼だなって思いつつ、うん、まあまあ親戚の ね、おばちゃんだししょうがねえなみたいな、うんうん、そうそうそう、それヒッチハイクじゃなくない？あれっつって、おばさんみたいな。それは全然、うん、まあまあいいでしょう。え、一般人の回答とサイコパスの回答が出ます。はあはあ、じゃあ一般人の回答見ますか。はいはいはい、はい、はい、我慢したから言ってもしょうがないから。あ、なるほどね。ああ、我慢したから最後まで言ってもしょうがないから最後まで関わるのは一度だからなど。はい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 、なるほどね。これ多分サイコパス、はいはい、親戚のおばちゃんあるよ多分。ないですよ、さすがにないでしょうよ。多分あるね、うん、ないないない、それは絶対ないと思う。あると思うわ。ないない。じゃあもう一つの方の答えを、うん、
あーほらほらほらじゃあさっきからじゃだからこれに関しては、うん、これに関してはちょっと待って、サイコパスに寄せたよ。寄せたってサイコパスだったらそうかなって、ああ、うん、っていうね。そうサイコパスだったらこういう風に言うのかなって、なんかもうクイズとしてやっちゃった。あーあわかる、はいはい、わかるわかるわかるよ、わかるけどだから、うん、サイコパスだったらそうなのかなって、はいはい、俺の憶測って、俺は我慢するよ。はい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 、我慢するってどういうこと。でだから我慢して送り届ける。はいはい、でも知りたかったから。知らなくていいよ俺は俺は別に知らなくてもいいの。あ、じゃあいいの。そう、知らなくてもよくて、うんうん、サイコパス内心知りたいから我慢して行ったんでしょ。知るためにも我慢しなくていいの、うん、そこの我慢じゃなくてサイコパスだったらそうかなで言った。ああ、うん、はい、面白いですね、うん、あ、もう会員限定チャンネル切り替わりますか。あ、ここら辺でじゃあ会員限定チャンネルに切り替わるということで、はい、はい、皆さんじゃあここまでの方々、また来月ということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみ。はい、はい、あ、次でもう時間、お問題ラスト。これちなみに何問あるんですか。全部で4つってのは。4つ、あれ今は何問、次3つか、今に次3つ目か。とりあえず4つ行こうよ4つ行こう。あ、いける、うん、サクサクとサクサクと行きましょう。さっきのマジで寄せたからね俺、うん、はい、はい、夫が病死し、葬儀中に訪れた夫の同僚に一目惚れをしたあなた、うんうん、その日の夜あなたは自分の子供を殺害しました。おうおう、え、待って待って、その理由は、ね、訪れた夫の同僚に一目惚れをしたあなた、その日の夜あなたは自分の子供を殺害しました。その理由は、1、新たな恋に子供が邪魔になった、2、子供の葬儀で再度その男性に会えるから、おいおい、3、男性が子供嫌いだったから。ああ、なるほど。これだから、これだからあれじゃないの、え、2じゃないの。いや俺3かなって思ったんだよね。3かなっていう感じ。いやこのさ、だってシチュエーションが関係あるんでしょ多分。うんうん多分、うんうんうん、旦那さんが亡くなって、うんうんうん、でその葬儀に訪れた旦那さんの、うんうんうん、いやでも旦那さんの同僚だったら、そう、子供のね来るかどうか分かんないじゃん。確かにね。ええー、なんかパッと見は3かなって思ったんだよね、うん、うんうんうん、確かに子供だったらそうだよね、うんうん、 3? 俺は3かな。でもあのね、みんなはね結構1とか2が多いね。うんうん、あ、そう、すごいいいコメント、うん、全部最高だよって。そうだよね。あ、まあね、これ全部ね、まともな人いないからこの123で、うんうん、あ、もう2かなって思ったけど、うんうん、まあでも2でいくわ私は、うん、はい、はい、じゃあ1からいきますか。新たな恋に子供が邪魔になったと選んだあなたは 20%。 おいい意味で一般的な回答です。ただ自己中心的な思考はサイコパスの心理特徴の一つなので気をつけましょう。おお、なるほど、はい、はい、そして2番。はい、2番は 90%。 おお、まあ、いやでもそういうことかなと思ったんだけど、でも考えてみればそうだよね、子供のそういうところに同様の人が来るか分かんないもんね、うんうん、心理特徴にある、なんていうの、善悪自体に対する解釈や発想が一つのことなので、そういうものに当てはまるでしょう、はい、はい、うん、高いんだねやっぱね。かなってね、最後パスならこれかなっていう、ね、はいはいはい、で3が、おーおーおー、なんで要素 10%。 お、相手のことに共感や同感ができるあなたは最後パス要素が少ないと言います。あ、なるほどね、なるほどね、うん、ほうほう、なるほどね。まだこれ私は寄せてるから、うん、あえてね。これでもう一問いった時、じゃ全然寄せないでいくよ。いいよいいよいいよ、うん、じゃあ最後いきましょう。はい、いきましょう。
家にいるとインターホンが鳴り宅配便ですとの声がありました、うん、ドアを開けるとそこには宅配便の格好をした人がおり、うん、よく見ると手には包丁が、はい、あなたはどうしますか。え、これはまた出るんですか。これは回答する。え、宅配便です、ドアを開けるとそこには宅配便の格好をした人が、うんうん、よく見ると手には包丁が。ほう、あ、なるほどね。たまたまアマゾンで注文していた包丁が届いたんじゃない。その配達物です。配達に中身で持ってくる。なんか入ってるか、やっぱなんか段ボールかなんかに入ってるか。サイコパスやあんた。え、このよく見ると手には包丁がっていう、その手は誰の手ですか。自分の手、それとも宅配員の手。あ、宅配の人が手に包丁を持ってる。ああ、なるほどね、うん、あなたはどうするかだよね。どうするか、でも単純に急いで閉めるよね。あの、まあまあ閉めるか、うん、で鍵してで警察に連絡をする。そうだね、自分は、うん、あ、でもびっくりするかも。確かにでもびっくりするってコメント、うん、びっくりはする、うん、けど待って、宅配です。まあでもよく見ると手には包丁、あなたはどうしますか。まあ、閉めるかな。閉めるよね。閉めて鍵閉める、うん、かな。で、まあ、警察とかに。そうね。だけどさ、もう一瞬全然なんか分かんなそう。あの、そんなすぐなんか対処できなそう。今何が起きてるのか。そう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 。ああ、確かに。か止まっちゃうかも、ちょっとえってなって。うん。いやでも普通に考えたらでも閉めるよね。まあね。うん。うん。なんかあんのこれ。まあドア閉めるっていう人たちが、まあ、結構多いですよね。殴る、お、殴る、殴る余裕あるかね。いやどうだろうな。でサイコパスに寄せるとっていうコメントありますけど、え、その包丁を奪う。奪う。奪って寄せるとね。あ、寄せるとね。寄せるとね。あ、なるほど、うん、まあでも閉めるかな。ああ、閉める、うんうん、まあまあ閉めるね、はい、あ、こっちじゃないのね、あの首を閉めるの。違う違う違う、ドアを閉める。ドアを閉める。ドアを閉めるのもね。ああ、え、これじゃあ普通の見ますか。はいはいはい。あ、そう、これ。ああ、はいはいはい、これだよこれだよ、これ。あ、これだよこれ、全くこれです。まんまこれ、まんまこれです。普通に考えたらこれ、うん、え、でもう一つの答えは。分かってるね、あなたは。あなた分かってるじゃない。いや、分かってない、分かってないんですけど、うん、だから寄せたの、それも。あ、それもね、それはね、寄せたの、あえてね、寄せて、うんうん、行ったの、うんうん、だから俺はだから鍵閉めて警察呼ぶ。はいはい、寄せたのはこれだったってこと。そうそう、これだったってこと、うん、ああ、なるほど、はい、こう、これ面白いですね。うん、まあそんな感じですか。うん、まあだからもう一個ある。あ、メール。メールで。はい。メール。だから2人とも、サイコパスでなかったです。そうだ、そうだね。はい、以上、はい、サイコパス診断でした。はい。じゃあ、テーマメールいきましょう。今月のテーマは悲しみ川柳です。はい。はい。こすりこすさんからいただきました。はい、ヨミさん、杉さん、こんばんは。こんばんは。まずは川柳いきます。記憶なし、何話したの、インストア。ああ、なるほどなるほど、うんうん、いつもインストア前は話す内容をメモしていくのですが、うん、いざ対面すると緊張で舞い上がってしまい、終わって一息つく頃には、あれ何話したっけ、とにかく今回も楽しかったからいいかの繰り返しです。はい、緊張せずに記憶を保ってインストを終えられるようになりたいですが、まだまだ無理そうですということですね。結構緊張される方いますか ね、結構いらっしゃいますよね。うんうん、なるほど、なるほど、これはみんなまた理解、ね、理解というか共感、あ、めっちゃわかるっていう。
してますね、まあ、あとほら結構ほらね、メンバーがこうどん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 こう変わっていくじゃない。はいはい、はい、結構、ね、誰と何喋ったとか。そうそうそう、だからこう大変だよね、うん、ファンの子たちも。まあそうだよ、はい、そして次、コッペパンさんからいただきました。コッペパン、はい、川柳、白 T を洗えば悲しいピンク色。ん、白 T を洗えば悲しいピンク色、うん、ほう、私の悲しみの川柳はというと、数年前にちょっといいお値段の新品の T シャツを買って、袖を通す前に一度洗おうと思って洗濯したのですが、胸のところにあった赤い A字のロゴから色がにじみ出て、白い T シャツがピンク色に染まってしまい、しかもそれがまだらになってしまったことです、と。え、ということですね。その T シャツのロゴってこと？そう、そんなね、で洗濯機から取り出した時の深い後悔と絶望感は数年経った今でも忘れませんということですね。それどうやって洗ったらいいの？だとしたら、いやー、どうしてもできないんじゃない？そんな色落ち しないで洗えたりとかするのかな？あれ、なんかネットに入れるみたいなことですか？あ、でもそれ違う。それ違うんじゃない？それでも色落ちすると思うよ多分。なんでなんだろうね。ね。クリーニング、あ、クリーニング屋さんね。T シャツで、あ、でもちょっと高い値段のやつでそれはひどいね。ちょっとね、まだほらちょっとリーズナブルなさ、うんうんうん、T シャツだったらまだあれだけど、まあね、はいはいはい、おもろい。続きまして、鹿丸さんからいただきました、メールテーマの川柳です。前髪を切ると私はこけしになる。じゃあどうした？何？もう一回いきますね。前髪を切ると私はこけしになる。はあ、うん、多分こけしになるんでしょうね。なるほど、はい、どう頑張ってもちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃんみたいになるそうです。あ、下の句をつなげるなら、はいはいはい、五七五七七にするなら、あ、はいはいはい、あ、なるほどね。前髪を切ると私はこけしになる、はい、どう頑張ってもちびまる子ちゃん、はい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 、あ、なるほどね。うんうんうん、それはでもだからこう周りもそれぐらいの長さってことでしょ多分ね。こんぐらいでだから伸ばしたらさ、周りを、あ、こけしにはなんなくなるとじゃないのかな。うんうん、違うのかな。ちょうどだからそうかもしれない。ここら辺でね、うん、前髪パッツンしちゃうから、はいはい、うん、なるほどね。うんうん、なるほど。はい、続きまして、MKC さんからいただきました。うん、これは、はい、年重ね、いつまでヘドバンできるかな。あーねー、うん、はい、まあまあまあねー、体調というかさ、はいはいはい、まあね、首だけじゃなくて、うんうん、背中や腰の痛みも出てくる、うん、そう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 、はいはいはい、ね、これちょっと分かりますね。分かりますね、うん、まあでもね、自分の体に一番、うん、体を一番 大事にしてほしいのでね。そうですね、無理はしてほしくないから、はいはいはい、次のツアーも楽しみにしていますと、はい、いうことです。はい、はい、いつまでヘッドバンできるかな、ね、うん、何個かこれ送ってくれたんですよね、この、はいはい、筋肉痛翌々日に出てきたぞ。あえ、どうですか筋肉痛。あれ結構割と次の日に来ます。来るよね、はい、すぐね、はい、うん、まだいける、現実逃避まだいける。うんうん、うん、なるほどね、そう信じたいんだね、はい、まだいけるっていうね。まだあるじゃないですか。まだある、はい、続きまして、MMTS さんからですね、はい、ヨビさん、ヒスケさん、こんばんは、早速ですが今回のテーマ悲しみ川柳ということで、最近あった悲しい出来事をいくつか川柳にしてみました。うん、どれか良さげなものをピックアップしていただける、いただいて構いませんということですね。はい、ね、あー、どうしようかな、あー、なるほどね、どうするかな、あれですね、はい、じゃあいいですか、どうぞ、なんか、はい、何個かあるんです、何個かあるんですね、はいはい、僕がちょっと気に入ったのはこれです。あれあれあれ、物の名前が出てこない。ああ、はい、これはもうありますね。はいはいはい。あれなんだっけ、あれあれっつって、あーなんだっけ、みたいな、あれあれあれみたいな、はいはいはい、
もうここまで出てんのにここまで出てんのに老化川柳になってそうなのよ、まあ、悲しみは悲しみだけど悲しみだけどね、うん、悲しみだけど、うん、はいはいはい。だってこれ一番上は一番上ですか、はい、気づいたら 何しに来たか忘れてるだから悲しい悲しいというかまあ廊下ああああそうだね。ね、あの一回ちょっとねキッチンの方にこうバーって歩いてくんだけどキッチンついてからあれって何をしに来たんだっけかなみたいなあるよね。そんなことになる。で一回戻ってから気づく。あ、戻ってから気づくのやっぱ。あ、一味持ってくるようになったわつって一味だ一味つってそんなことになる。あるあるある。あ、そうですか。うん。え、それシラフで？あ、まあまあまあシラフで、シラフでも今言っても買わないぐらいである。ああ。うん。なるほどね。うん。そうね、本当に。いいですね。いいですね。はい。もうないですか？もうないですね。もうないですか？もうないです。これ結構いいですよ、これ。うん。あの老化系のやつをください。今冷蔵庫の前でたまに静止するって感じ。冷蔵庫まで行くけど。こうね、あ、分かる分かる分かる。冷蔵庫ついて、うん、あれ何が必要なのか分かんないです多分。うん。はい。はい、マロさんからいただきました。嫁さん、杉さん、こんばんは。私の、悲しみ川柳です、はい。大丈夫？病気じゃないです。ダイエット。あれかな、痩せちゃってそうそうそうじゃない、うんうんうん、大丈夫、体大丈夫みたいな、うんうんうん、はいはいはい、結構ね、はい、うん、これはですね、コロナ禍になり始めた、コロナ禍になり始めた筋トレでやっと体型に変化が見られ始めた頃、職場の制服が変わり以前よりサイズダウンすることに成功、喜んでいたところ上司から大丈夫、ご飯食べれてる、うん、仕事が忙しくてストレスと、仕事が忙しい時期でもありストレスで痩せたと思われて、周囲に心配されていたのです、うん、痩せると心配される年齢なんだなと悲しくなりましたということです、ね、なるほどね、うん、まあまあでもこれはでもちょっと分かるかな、相手が男性でも女性でも割と短い期間でさ、うんうんうん、ストンってね、はい、あのもうだってどっちかしかないじゃん、ダイエットか、まあ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 、ちょっとなんかそうね、ちょっと体調悪いのか病気しちゃったのかなとか、うんうんうん、だから心配の方でまだ声かけられたからまださ、うんうんうん、本当は体壊してるのにさ、うんうん、ダイエットうまくいってんねって言われるよりはさ、うんうん、そうだねいや病気なんですけどってなるからそうそう、ね、だからだったら最初から心配から入ってくれた方がまだこのやり取りはしやすいよね、そうだね、うん、そう、うん、と思う、うんうんうん、うん、なんとなく、うん、わかる、うん相手に気を使うという、ね、そうだね、はい、ですかね、はい、はい、じゃこんな感じですかというのは、はい、そうです、はい、今月もたくさんのメールありがとうございました、はい、ということで爆裂ナイトメアはそろそろお別れの時間と、はい、なんか今月結構早かった、そんなことねえ、なんかちょっと早く感じたね、気のせいかな、はい、うん、いつもと同じぐらいだとは思いますけども、うん、うん、そうね、うん、はい、ということで今月どうですか、うん、やってみて、いや、あのとりあえず、まあ、あの新曲、うん、まあ、リリースするっていうことも発表できましたし、まあ、ツアーやるよっていうのもね、うん、発表できましたし、それがやっぱ一番嬉しかったですかね、そうね、うん、まあ11月からそう11月初日が17、うんうん、今日は9月9月20日、そうそう20日、あ、もうじゃあもう2ヶ月切ってる、うんうん、もうあっという間です、うん、ね、ですね、あっという間だよ、まあいろいろ準備とかね してったらもうすぐですよ、うんうん、我々もこれから準備あります、そうですね、なんなら明日レコーディングだしね、俺で明後日から撮影続きますから、そう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 、ね、新しいアーシャウィズの、はい、撮影も続きます、撮影ありますから、はい、うん、まあこれも楽しみにしててほしいですね、そうですね、衣装のデザインも、うん、今回もいいよね、いいと思います、うんうんうん、メンバーみんないいと思います、うんうん、楽しみにしてほしいですね、はい、ということで、次回の爆裂ナイトメアは、はい、また今月も決まってます、お、偉い偉いってほしいの偉いってほしいの偉い偉いってほしいの、はい、次回は10月の25日火曜日、はい、10月25日火曜日でございます、はい、
放送予定でございます。もうなんかハロウィンが近いですね。1週間ぐらい前。どうします、ハロウィン近いですよ。なんかします、またあのみーちゃんが来てくれるのかな。あれまたみーちゃん来てくれないかな。だってあの服ないじゃん。え、あ、そっか、あの服ねえか。スタイリストさん、あの日スタイリストさんが、そうね、持ってきてもらったやつだもんね。ですから、じゃあ来月までね、じゃあ、あの皆さんからちょっと送っていただいて、もう私が着る服を。そうそう、なんでよ。いや、大丈夫です、大丈夫です大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。募集しなくてもいいんじゃない。ハロウィンは、うん、まあ、やんない、普通で、普通で、普通でいい、いいんじゃない。まあだって1週間ぐらい前だし、まあ、まあ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 具合でいきますか。じゃあまあまあ具合でいきます、まあ、具合でいきますか、うん、はいはい、ね、純ちゃんはって、純ちゃん、純ちゃんどうかな。え、それ何、え、女装ってこと。じゃない、いや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 、俺もちょっと服ないし、うん、まあね、あのハロウィンって女装する 日じゃないから。そうなの、そう、そう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 、うん、そもそもね、そもそも、まあ、してしてもいいんだけど、あの、まあ、うん、妖怪とかお化けとか、そうそうそう、どっちかっていうとそっち方向だから ね、はい、ですから、はい、はい、大丈夫です皆さん、はい、あの送ってこなくて大丈夫です、ね、本当に、ね、大丈夫です、本当に大丈夫です、うん、ということで、はい、10月25日ね、はい、同じく時間は21時、夜9時からでございます。はい、ではギフトポイント上位者の方々のお名前を。はい。ちょっと前出ますか、それ。うん、ちょっと。はい、そこで中本、これなんていうの、これ、え、中本蒙子さんじゃない、中本蒙子さん、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そして、そして続きまして、はい、消えた、少々お待ちください。はい、そして七志さん、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてパンダダンパさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてあゆぴと呼ばれたいシンバルさん、ありがとうございますあれ、なんか名前変わってない、なんか若干変わったねそして水木さん、ありがとうございます、ありがとうございます。 MMTS さん、ありがとうございます、ありがとうございます。マカさん、ありがとうございます、ありがとうございます。まさみさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして俺ね、その読み方分かったの、はい、な、何言っていい、はい、ジャック、ジャックか、ジャックさん、ありがとうございます、はい、ちょっと来月まで覚えておいて、はい、はい、そして、はい、ハゲタズラコさん、ありがとうございます、ハゲタズラコさん、ありがとうございます、ハゲタズラコさん、ありがとうございます、はい、ね、ハゲタズラコさん、はい、なるほど、普通のズラではないんですね、はい、あ、なるほど、はい、皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございました。あ、なんか今日あっという間だった気がしますね、はい、なん、どうした、いやいやいや、撮影始まるなと思って、いや始まりますよ、なんか変えるんすか何が、あの髪型だったりとか、なんか色だったりとか、いや基本この感じでまだちゃんとその撮影映像とかも撮ってないので、 MV とか、はい、まあ撮りたいなとは思ってるかな、うんうんうん、はいはいはい、変えるんすか、まあ、若干ちょっとまたあのバランスの違うツートンにしようかなとは思ってますね。ツートン、はい、そのあのほら前ツートンだったじゃん、あのアルバムの時、はいはいはい、ああいうちょっとなんて言うんだろうなあのバランスが違う、またツートンに、黄緑と紫とかする、あ、いや、そのそこまで派手にはちょっとしないけどその普通の茶色と金髪と茶色のあちょっとそうツートン、また、うん、そう、ピンクとピンクとエメラルドとかする、いやだから急にどうしたのってなるでしょそれ読みどうしたってなるでしょ違うんですね、うん、違う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 、なるほど、うん、やってみたいけども、うん、はいはい、うん、まあじゃあね、はいはいはい、それもその辺も踏まえて皆さんちょっと楽しみに、はい、しててください、はい、ということでここまでのお相手はナイトメアの質疑とよみでした。また来月、また来月。
すり始めた口元全てに目を背けて、いつの間にかそんなにも汚れてしまった、いつの間にか全てに目を背けて、いつの間にかこんなにも